さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー、手持ちのつむ全部紹介するまで終われませんということで、限界レースチャレンジしております。はい、マレフィセントですね。次はマレフィセントよりマレフィセントということで、あのマレフィセントかなって、やばい、ド忘れした。顔めっちゃ浮かんでるんですけどね、頬骨めっちゃ出た、名前を忘れてしまった。あの実写やられた方、めっちゃ美人なんですけど、あの顔を思い出せない、名前を思い出せない。うわ、こういうのが本番始まった瞬間に、じゃあ撮り直せよってことなんですけどね、残念ながら今ハートが1個しかないので、もう今やっちゃうしかないんですよね。22番と、それから、ベルと、それから、これ何でしたっけ、ソフィーじゃなくて、ピンクもなんかありますけどね。はい。ただ、マレフィセント全然溜まってくれないですね。溜まらねえな。溜まらない。マレフィセント溜まらない。溜まった。さあ、行ってやろうぜ。周りも一緒に聞いてくれるっていうね、もうなんと有能なツムなんだっていう感じなんですか。これ。いったね。一気に25個いきましたね。ほいほい。マレフィセントとマレフィセントドラゴンは同じ能力なんですよね。ただまあ、持続時間とかがちょっと違ったりとかするんですけど、まあまあ、やっぱりね、強烈なツムの一つだとは個人的には思いますね。ただこれあんまり、ちょっとあれですね、しまったな。今のは、残念な例です。はい。全然決して、上手じゃない例ですね。そんなこともありますが、まあ、ご愛嬌ということで、ほい。ほい。こうやって細かく消してね、点数取れたらいいんですけど、今ちょっと待って、マレフィセント使ってその点数か、やばいな。マレフィセント使って130万か。これは、ど下手くそでございますね。まあ、ただ、このツムに関しては、4つのツムにしたときに、ものすごいことになると思うんですよ。うまくいったら、まあ、どんだけ下手くそだったとしても、5、600万は軽くいってくれるツムだと思うんで、まあ、周りのツムも消してくれるですね。マレフィセント、おすすめです。はい、ということで、また次回お会いしましょう。では。